サリーランドはバーレスクパフォーマー、キャバレーパフォーマー、女優である。ダチョウの羽の扇を使ったファンダンスや大きな風船を用いるバブルダンスで最も有名である。バーレスクの歴史に大きな足跡を残した。サリーランドはハッティ・ヘレングールドベックとしてミズーリ州ヒッコリー組エルクトンの村で生まれた。父のウィリアムベックはウエストポイント陸軍士官学校を卒業した。 アメリカ軍の退役大佐で母のネッティ・グローブベックは学校教員でありパートタイムで新聞の特派員もしていた。小学校の頃に一家でミズーリ州ジャクソン軍に引っ越した。ヘレンは非常に若い頃から舞台に立つようになり、たった13歳の頃からカンザスシティのエンプレスシアターでコーラスガールを務めるようになった。カンザスシティ日報の劇評家グッドマンエースは カンザスシティのナイトクラブでヘレンが舞台に立っているのを見て熱烈な批評を書いており早くからその才能を認めていたカンザスシティでバレエと演劇を学んだ後10代のヘレンはハリウッドに行くことに決めた西海岸に行くため短いアイダリングリングブラザーズサーカスでアクロバットのパフォーマーとして雇われていた夏器公演や巡業劇団でも舞台に立ち 当時は無名だったハンフリー・ボガートと一緒に仕事をしたこともあった。セシル・ビー・デミルの活人画に登場しているサリーランド。1920年代には舞台やサイレント映画に出演していた。セシル・ビー・デミルがランドマクナリーの地図からサリーランドという芸名をつけた。1927年にはワンパス・ベビースターズの一人に選ばれている。 ワンパスベビースターズに選ばれたサリーランド。トーキー映画の始まりとともにランドはダンサーになりシカゴのパラマウントクラブで初めて人気を博したファンダンスでよく知られるようになった。1933年に発展の世紀と題したシカゴ万国博覧会にアメリカンバーレスクのパフォーマーとして出演したのが最も有名である。大体は クロード・ドビュッシーの月の光に合わせ舞台上で飛び回る際にファンを体の前後で翼を持つ鳥のようを操って体をチラリチラリと見せたり隠したりするダンスを行っていた。万博の際、1日に4回公然わはせつ容疑で逮捕されたこともあった。ファンダンスのパフォーマンスの後裸に見えるイリュージョンで白馬に乗ってシカゴの通りを歩いた際、 マックスファクターがハリウッド映画用に作った新しいメイク方法によるボディペイントを施された後に逮捕されたという。古外でパフォーマンスする際の風に対応するため、ランドは大きな風船を用いたバブルダンスも考案、発展させた。1934年の映画ボレロでカンダンスを披露した。1936年、ランドは サンフランシスコのミュージックボックスバーレスクホールを買い、後にそこはグレートアメリカンミュージックホールとなった。ランドは1939年から1940年のサンフランシスコ万国博覧会でサリーランドのヌード牧場に出演した。ランドは1946年にサンフランシスコで2回逮捕されている。クラブサボイで舞台に立っている時、 大きな白いファンの後ろで一見したところ全裸で踊っていた時に観客の中にいた6名の警官に逮捕された。判事のダニエル・アル・シューメーカーは1万1ランドがこの素因と同じ罪状で逮捕されても免責すると述べた。しかしながらランドは免責される権利を得ており、さらにサンフランシスコ市警察により検閲済,済みと書かれた長い下着を着ていたにもかかわらず裁判の夜、 ショーの最中に再逮捕された。通常と異なり、判事は、サボイに、ランドのパフォーマンスを見に来て、ランドが行ったダンスについて、何かみだらな要素があると考える者は、盗作した、道徳感を持っているに違いないとみなし、ランドをすべてについて、無罪とした。1950年代初頭に、ランドは17人のグループで、アメリカ合衆国中西部を巡業し、州のフェアや、 小さな劇場に出演した。ツアーは、オクラホマ州やテキサス州から西に向かい、東に戻る前に、ワシントン州に到達した。ランドはこの時、年齢をリポーターに明かすのは拒否していたが、50歳、近かった。1957年3月12日、ランドは、バド・コリアーがホストを務め、ポリー・バーゲン、ラルフ・ベラミー、キティカ・ライル、 カールライナーがパネリストを務めるツーテル・ザ・トゥルース第1シーズン第13話にテレビ出演した。ランドは1970年代になるまでファンダンスで舞台に立ち続けた。ランドは一度舞台のショーディスワズ・バーレスクでアンコリオの代わりを務めたこともあり、1970年代初頭にはサンフランシスコのミッチェル兄弟のクラブに出演し、1972年には ニューヨークのマディソンスクエアガーデンなどの主要なコンサートホールを回るノスタルジュアレビューツアーであるビッグショーオブ1928でスターの一人として巡業した。40年にわたるキャリアについてランドはパンツを脱いだ日から仕事がなかったことはないんですと述べた。ランドは1979年8月31日カリフォルニア州グレンドラのフットヒルプレスビテリアン病院にて 出血精神不全で75歳で死亡した。亡くなった時、ランドは負債まみれだった。ランドの養子はインタビューで、サミー・デイビス・ジュニアが介入して、ランドの出費を片付けるための1万ドルの小切手を書いてくれたと述べている。デラウェア大学のアメリカンフットボールコーチにより、サリーランドにちなんで名付けられたサリーというプレーがある。このプレーは、ランドがそうだったように、 オフェンスのせいで、ディフェンスが実際よりも多くのものを見ているように感じるというものである。ありがとうございます。